どうも、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクターわさもんです。よろしくお願いします。年内目標チャンネル登録者数1500に目指しておりますので、もしよろしければ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはブルーロック第3話サッカーのゼロです。意味がわからない。ゼロでいいんかな。王か。王ではないだろう。ゼロやろ。サッカーのゼロ、はあね、サッカーのゼロって何、全く分からんけど。まあまず前回のおさらい第2話、まあサブタイが怪物っていうことでね、なんかね、怪物が見えるんだって。でお前の中にも怪物がいるだろって言われて、いうところなんだよね。で終わり方としては、まあ今 Z チームでいいのかな、まあ、Z 組、Z チームっていうか、がいるのが5号棟っていうところで、その5号棟の中に VWXYZ がいて、まあ今ねメインで映ってるのは Z だから、まあその5チームの総当たり戦があるんだよ。でなんかすんじゃない。わからんけどね。まあでも全員フォワードなんだよ。全員フォワードで11対11のゲームをするっていうことらしいんだけど、なんせ Z チームっていうさ、まあ今一番底辺の集まりよ。一番身体能力値が低いやつらの集まりがさ、これから下克上をしていくっていうふうに考えればいいのかなっては思うんだけど、なんか多分それどころじゃない何かがあるんだろうなって思うんでね。まあ楽しみなんで早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録をぜひともよろしくお願いします。何も予想つかんくない。だって俺もうサッカーじゃねえし、これ。いや、サッカーなんだけどさ。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。いや、サッカーなんだけど、サッカーじゃないサッカーなんだよな。なんて言えばいい、これ。講談社始まった。じゃんけんで、ね、みんな一緒。1時間前310。はあ、すべてのポイントが同時の場合ランキング上昇。そういうこと。それのゼロか。ワントップ？違うな。なんだって今の。お前が言うかや。怖えな、なんか。君は顔が綺麗だ。顔がキーパーってかわいそうよね。ねえ。規模がでけえ、すげえな。そ、こいつ強そうじゃん。だって、まあ、個人的にはゴールキーパーの彼がかっこいいなと思ったんで。もともとさ、まあ小中で俺サッカーやってて、小学校の時はねずーっとディフェンスで、
中1もディフェンス、中1の後半からかな、中2の途中からだったかな、ゴールキーパーになったんだよ俺は。だからフォワードの云々はよくわかんないけど、ボール止めることなら俺はできるんだけどさ、これが怪物かな。ノア、ノアだったよね、映ったの。XYWV。このオープニングさ、五号棟のメンバーしか映っとらんやんね。あ、で、これ、X でしょ。V か。これさ、ワンクールでこの五号棟の総当たりしかできんくない？第3話、サッカーのゼロ。本編開始。すげえ。最先端すぎるやん。好き。プレス。は？なんかな、団子サッカーやん。小4のサッカーや。怪物。かっこいい。あ、読めねえ。バローショウイ。わ、うまい。はや。えぐっ。おい、負けたら元も子もないぞ。うわあ、もうキャプテン翼が泣いてるよ。
かわいい。おい、イカグリ。うわ、顔が怖い。取られてんじゃねえよ、ターコ。まあ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 。一番強いんかな。うん、統率が取れてる。うん、パス出されたら一緒なんよな。開くんだよ。やべえって。キングバロー、キングってなんだ。うん、250位やん。でもの、やーべーやべーやべーやべー、50。怪物の目だ。うわ、すげえ。得点とかけるか、めっちゃうめえな、それ超すげえじゃん。0を1 B パート。おお、すげえぞ。いった。うわ、来る。うん、は、
あーなるほどね。すげえ、よう見抜いたな。あのシュート思い出したか。シュートっていうかあの時のあれ。いや、オッケー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 オッケうお、怪物の目。うわ、言われた。うわ。お、でもここで。なんで裸なの？シャワーか。ええ体や。好きだ。好きだ。
80。なるほど。早すぎるんだよな、終わんのが。面白え。マジで面白え。いやー、じゃあ次の試合どうなるんだろうか。もう残り3試合しかないからね。負ける以外だよ。もう勝つか引き分けか。いや、でもなんかとんでもないことになったな。どうすんだろうな。あ、アディショナルタイムあるから、それ待つしかねえな。マジで、アディショナルタイムだけが唯一の良心だわ。ちぎり、バチラ。いや、バチラ好きだわ。アディショナルタイム、1日のスケジュール、7時起床。キングカズ。国神だったっけ。国神きんに君。
伊賀国。昼飯、ライチ。かわいい。ケア、スキンケア。24時就寝。何？まだ名前がわかんねえな。漢字見ただけだと名前読めねえ。あれね、ガガ丸でいいの？ガキ丸？ガガ丸じゃない？いや、ガキ丸かな。なんだろうな。うわ、でも、いや、いいな。面白え、これ。すげえって。マジ面白え。バロー。バロー、ショーイ。キングバローだって。あー、なんかそう言われるとなんかキングカズっぽい髪型ではないね。ないね、全然違うね。いや、なんか若い頃のキングカズではないね。違うよ。面白えって、バケモンじゃねえ。すごー、いやー、おもれーわー、これ。でも、やっぱそのオープニングの時に言ったみたいに、5号棟のこの総当たり戦だけでなんか、ワンクール終わりそうな気はするけど、どうなんだろうか。まあでも、1チームに1話って考え、いやー、まあ、もうちょっと長くても満足だけど。まあでもこの5号棟のやつがあってからまた次のことがあるからね。まあどういう風になっていくのかな。まあでもこの感じだと Z チームは勝ち上がっていくと思うけどな。一人だけっていうことはないだろうし。いや、でも勝てんのかっつう話なんだよ。どうやってやっていくんだろうな。もうすげえ楽しみだわ。しょうがねえ。マジで面白い。最高。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、ブルーロック第3話、サッカーのゼロでした。ありがとうございました。ならない。